なんかね、焼きそば UFO とはまた違った味わいがありますね。これも好きですね、うん、いや何を隠そうね、このペヤングの焼きそば私食べたことなかったんですよ。今日ね、急遽ドラッグストア行って買ってきました。なんかいろんなバリエーションがあるらしいですよね。大きいのとか辛いのとか、これ一番スタンダードなやつだと思うんですけども、まずは入門編としてこれから私やってみようかと思います。よろしくお願いします。まず封を切りますと、こういうふうなカップラーメン本体ね、本体にこういった中身がね3つ出てきます。あ、ふりかけ、これ一番最後ですよね。でこれがソース、これもね、このついついねカップラーメンみたいに先に入れちゃうとソースがなくなっちゃうんですよね。先に入れるのはこれだけですね。これをまずこの中にジャジャジャーって入れます。はい、ジャジャジャー、なんか麺の下に入れておくとなんかこぼれなくていいそうですけどね、こぼれなくて。はい、お湯が入りました。じゃあ閉めて、これソースとかね、一応上に置いておきましょうか、おもり代わりに。で、いい感じになってきたんで、まずはこうやってね、ほぐして、お湯を全体に行き渡らせましょうかね。で、さらに閉じて、もうちょっと待つということでございますね。じゃあ、お湯を切ります。湯切りの穴からこうやってね、ジャジャジャーっと注ぎます。昔ね、こっから出てくるお湯でスープを作るっていう焼きそばがあったんですよ。焼きそばバゴーンだったか焼きそばパキューンだったかちょっと忘れましたけどね。でしっかりと振ってお湯を切りますね。はい、こっから私ね、カップのままじゃなくて器に必ず入れて食べるんですよ。どんな時もカップからね食べるんではなくって盛り付けたいなと思うんですよね。はい、あ、キャベツ結構入ってるなこれ。ほらこんな感じでございます。で、ソースを垂らして、で、ふりかけですね。ふりかけを、じゃじゃじゃーんと。で、これスパイス。はい。こんな感じでできました。はい、じゃあ、いただきます。日本に生まれると、どうやってね、食べ物に不自由しない、そんな時代でありがたいなと思います。ね、焼きそばはこんな簡単に食べれちゃうね。焼きそばバゴン。焼きそばパキューン、ペヤングの焼きそば、ペヤングって何ですかね、ヤングがペテン師なんですかね。いただきます。うんうん、おいしい。深夜に焼きそばって食べたくなりますね。うん、おいしい。うん、じゃあありがとうございました。